この黄金色に輝くたてがみはもしかしてライオン？違うよ、これはゴールデンライオンタマリン。なんで猿なのにライオンって名前に入ってるの？それはね、顔の周りにオスライオンみたいなたてがみ状の毛がついてるから名前にライオンって入ってるんだって。へえ、そうなんだ。大きさはどれぐらい？体長は約34から40センチぐらいで、 L サイズのピザと同じくらいなんだって。ちっちゃくてかわいい。でもどこに住んでるの？日本の真反対、ブラジルの大西洋沿岸にあるマタアトランティカっていう熱帯雨林に住んでるみたい。そうなの？私もっとゴールデンライオンタマリンについて知りたくなってきた。本当？じゃあ一緒に日本で唯一ゴールデンライオンタマリンを飼育している浜松市動物園の神保達也さんにお話を聞いてみよう。浜松市動物園で、獣医師として仕事をしてます神保達也と申します。本日はよろしくお願いします。お願いします。ゴールデンライオンタマリンの餌についてですが、野生下では果物だったり昆虫を食べています。浜松市では果物としてリンゴ、バナナ、みかん、ぶどうを与えています。その他、煮た人参、煮たさつまいも、あとは昆虫としてコオロギ、ミルワームという虫の幼虫を与えています。栄養面も考えて、チーズだったりゆで卵だったり、あと、煮たささみも与えています。特にゆで卵が好きです。利口だなって思う時があります。手先がとても器用で、餌の入ったお皿をひっくり返したりして、実に困らせたりすることもあります。動物園で飼育員さんが顔を見たりしてるので、頭がいいっていうのもあるんだと思うんですけど、表情がとても豊かです。人を見て人の顔の表情だったりを真似して、そういった顔の表情をするのかなと思います。すいません、ちょっと言い忘れたことがあって、エリオとウィリーなんですけど、好きな食べ物のゆで卵って言ったんですけど、はい、やっぱり虫は大好きです。私全くゴールデンライオンタマリンについて知らなかったけど、本当に可愛い動物なんだね。でも虫を食べるのが衝撃的でびっくりした。そこも含めて魅力的だよね。でも今ゴールデンライオンタマリンは絶滅の危機に瀕しているんだ。そうなの？なんで？さっき言ったゴールデンライオンタマリンの生息地であるブラジル大西洋沿岸の熱帯雨林は林業、農業、工業の拡大により失われていってるんだ。それに可愛い見た目をしているからこそペットとしても人気で乱獲されていったみたい。でも研究機関などが保全活動を行ったおかげで1970年代には200頭まで減っていたんだけど、2014年には3700頭まで回復したの。よかった。でも2017年に黄熱病が流行ったせいでまた 30% も個体数が減っちゃったの。どうしよう。私たちもまたアトランティカを守るために少しでもできることってないのかな。私たちにできることか。日本モンキーセンターの新宅さんにお話を聞いてみない？うん、何かゴールデンライオンタマリンを守るためにできることを探したい。日本モンキーセンターの新宅と言います。よろしくお願いします。お願いします。ゴールデンライオンタマリンが生息しているところって非常に有名な大都市から数十キロぐらいしか離れてない地域です。で、そういう意味では現状ですね、かなり開発が進んでいると。開発の理由っていうのはいくつかあります。例えば市街地そのものが拡大しているっていうのもあります。人の人口増加していって市街地が増えていると。で、市街地が増えれば農地だったり牧場だったりという食料生産のための場所っていうのも必要になる。で、
あるいはまあそのためにまあ材木を切らなきゃいけないとか、石炭を取らなきゃいけないとか、まあ人間活動全体がまあその地域で非常に活発に拡大しているということは大きくまあ影響しているようですね。で、あとはまあ例えば高速道路の拡張なんていうのも大きかったりします。これがまあすごく難しい問題です。現地の人の生活もちゃんと守った上でじゃないと、特に長続きする保全にはつながらないんですよね。そういうのをどうやって先進国の側が応援できるかっていうことを考えなきゃいけない。例えば認証マークがついてるようなものをちゃんとかぶって、まあ、そういう活動を応援するっていうようなまあやり方っていうのはまあいくつかはあるかなというふうに思います。直接ねどうこうっていうのはやっぱり難しいけれども、森のことをうまく管理してるところが儲かるような仕組み、保全をやってることがちゃんと現地の人の利益になる、具体的に、ね、ライオンタマリンを守るためにどうこうってなかなか手を出しにくい、全体としてそういうところをうまくやって見ていくってことはあるかなというふうに思います。私たち人間がゴールデンライオンタマリンの住処を奪っていたなんて。でもさっき信託さんが私たちにできることの質問に対して認証マークのついた商品を選ぶって言ってたよね。認証マークって何なの？具体的にはレインフォレストアライアンス認証マークといって、このカエルのマークが目印。このマークがついている商品で使われているパーム油やコーヒーのプランテーションはゴールデンライオンタマリンの住処を奪っていないっていう証拠。そうなんだ。買い物をするときマークのある商品を選ぶだけで環境を守ることにつながるんだね。そうそう、みんなも買い物に行くときマークのついた商品を積極的に選んでね。みんなで絶滅に瀕した動物を守っていけるように頑張っていこう。